こんにちは、速稼塾の久保でございます。隠居が5年目になりますね。地方暮らしで、まあね、難しいところとか気をつけないといけないところっていうのを前も話したんですけども、今回はね、やっぱり地方暮らしの中で明文化されていない、ダブルスタンダードを受け入れろってことですよね。このね、やっぱり都会暮らしといいますか、都市部で暮らしていると、やっぱりこう決まったルールに従って、それをこなしていくのがね、まあ、正義というか、まあ、王道ではあるんですけども、実は地方っていうのはね、地方自治体とか、まあ、いわゆる町内会とかっていうのは明文化された決まりはあるんですよ。町内会規則とか、あと条例とかね、そして法律とかあるんですけども、それとは別に明文化されてないけども、なんとなくお互いの呼吸で感じ取っている不分律っていうのがあるんですよね。これが厄介なんですよ。まあ、ですんでね、これが決まりだからこうだよっていうふうに主張しすぎるとつまはじきにされるんですよ。全然受け入れられないんですよ。そうではなくて、適度にお互いに自分たちの理屈でルールを破ることをお互いに許容するっていうね、このダブルスタンダードを使いこなさないと結構ね、圧力を生むんですよね。時にははっきりとした明文化されたルールを後回しにして破って、自分たちの都合のいい瞬間的な、まあ、忖度っていうのをお互いに働かしてね、辻褄を合わせていくっていうことが結構行われるんですよ。だからそれがね、いわゆる融通ってやつなんですよね。本当はダメなんだけども、今回だけねっていうのは結構ね、対応されてるんですよ。ですからこういうのが見えてないうちに、新人のうちに、あれこれ決まり破ってますよねって言おうもんなら、そこら辺から煙たいやつになってくるわけなんですよね。そういうことが結構起きてきますんで、例えばね、ゴミステーションってあるじゃないですか。ゴミを捨てる場所ってのがあって、網をかけたり、金網のね、なんかこうジャングルジムみたいなところにゴミを入れて鍵をかけたりするんですけども、たまにはね、忙しい時とか前日の夜とかにこっそり出しちゃう人っているんですよ。あとは町内会とかに入ってないんだけども、そのゴミステーションを使う方っていうのはいるんですけども、そういうのもね、やっぱりダブルスタンダードなんですよ。基本的にはそのゴミステーションを管理するのは、まあ、市区町村なんで、町内会の権限ではないんですよね。ただ町内会が善意でそこを潤滑に使うために掃除当番を決めたりとか、鍵の当番を決めたりとかしてるんですけども、これは町内会に入ってない方でも市民税を納めてる方は実際にそこを使っていいよっていう立て付けなんですよ。そうなると町内会に入らずに、ただゴミステーション自由に使う人だけの方が得をするんですよね。作業せずに使う権利だけ、だから義務を行使せずに権利だけ使えるわけですから得をするんですよ。で、町内会の人っていうのはゴミを捨てるのは一緒だけども、関係ない人が捨てたゴミまで管理をね、こうやらなくてはならないっていう、そういう義務感とかね、責任感が出てくるんですよ。責任とか義務が、そうなってくるとやっぱり不公平は生むんですけども、その不公平も込みでやっていかなくちゃいけなくって、何と言いますかね、そのだいぶありようが変わってきたのは、その本当に象徴的なのは町内会なんですけども、もともと町内会っていうのは何て言うんですかね、お互い気心の触れた人がこういうふうにね、一つの会を作って助け合っていこうね、町内会に入ったらやることは増えるけども、町内会から受ける恩恵っていうのは今すぐがないよと。ただ自分がいろいろね、何もできなくなった、例えば定年退職した老後の時とかっていうのは、人間関係とかいろんなね、助けてくださいとか助け合いましょうっていうのを一方的に町内会ってものに依存することができるっていううまみがあるんで、40代50代のうちは町内会のために働く、要するに町内会のために働くってどういうことかっていうと、高齢者のために働く組織なんですよ。そこはおおむねそうなんですよ。高齢者の方は重いものが持てなかったりとか、廃品回収ね、いろいろ困ったりとか、人間関係薄くなってきて人脈を探すときに町内会っていうところがあれば、とりあえず町内会がサポートしてくれるんですよね。で、サポートするのが40代とか50代の、まあ、いわゆるね、仕事でも現役世代で体力もあって時間的にも融通が利くような、そういうふうなね、いわゆる若い世代なんですよね。だからこういうふうに世代交代と行われてきたんで、単純に言うと自分のお父さんお母さんが町内会にいたから自分も入ったと、町内会に入ったと。で、自分が40代50代になった時には70代80代になった自分の実際のお父さんお母さん、もしくはその友達みたいなね、そういうふうなコミュニティに対して恩返しをすると、何々さんの息子さんって呼ばれちゃったりするのもね、そのためなんですけども、それがある意味ね、窮屈なような人間関係、窮屈で便利な人間関係なんですよね。だからまあ、その町内会っていう組織に自分の親が入っていたら自分も入んないと、この入らないことには対しては理由がいるんですよね。入ることには理由がないんだけども、入らないことに理由がないというね、必要だという、だからもう入るのが当然だっていうふうな感じになってるんですよ。でも昨今はですね、40代50代でその地区に引っ越して入る方がいて、人間関係も人脈もないところに、ただ町内会の
入る反強制的な義務みたいなのが求められた時に、断るのがものすごく難しいんで、なんとなく入ったけども、入ったら最後いろんな役割を押し付けられてしまうんで、町内会に入ったらリスクになってくるんですよ、負担になってくるんですよ。そういうふうな形でね、昔は町内会に入ると将来的な安心とか、それから現役の時にでも一定の融通が効いたわけですよね。要するに自分が困った時に助けてくれるお父さんお母さん、その周りの人間っていうのがついてきたわけなんですけども、現在町内会に40代50代で他の地区から入ってくると、自分は町内会から受ける恩恵は何もないのに、町内会にやらなければならない義務っていうのがあって、自分がやらなくてどうするっていうようなね、そういうふうな、いわゆるね、江戸型肩着じゃないですけども、昔肩着じゃないですけども、そういうふうな包容力のある方なら別ですけども、自分の得にならないことは全くしない、もしくはギブアンドテイクの関係だっていう人には町内会は向かないんですよ。何かをやったら何か恩返しされて当然だと。町内会に入るメリットは何ですかっていうような、こういう理屈の人は町内会に向かないんですよね。とにかく自分が一方的に誰かのためにやって、何も恩恵がないとかね、やることによってギャラが生じないとか、やる分だけ損だとかね、そのための時間を割かないといけないから嫌だっていう方には向かないんですよね。だんだんこの時代っていうのは、誰かのために何かをする時代よりも、そういった風潮よりも、誰かが自分のためにしてくれるのはありがたいけど、そういうことに関しては恩返ししたいけども、まず自分から誰かのためにやるっていうふうにはなかなか動機がつかないんだろうなと思うんですよね。いや、ちょっとね、寂しいような気がしますけどもね。まあでもそういうふうに時代は変わっていって、まず自分ファーストっていうことになってるんですよね、きっとね。自分にメリットがないんだったらやらないと。そんなことやって僕にメリットないじゃないですかっていうふうな当たり前のことをね、これ本当に当たり前のことなんですけども、これもダブルスタンダードなんですよ。心の中では人っていうのはね、お金がもらえなくても誰かのために何かをしたいっていう貢献心ってあるんですけども、ただそれがね、その貢献心を義務化された時に、まあ牙を剥くというかね、なんか割り切れないものを感じちゃうんですよね。私はあまり考えがないんで気軽にいいっすよみたいな感じで、ね、やってしまうんですよね。であんまりそんなこだわらないっていうか、まあ言ってみれば町内会ごときの活動が負担になることはないんですよね。これはね、いろんな考え方あると思うんですけども、日々お金を稼ぐためにやってる仕事以上に町内会の仕事の方が難しいとか負担だってことは私はないと思うんですよ。逆に町内会のことがものすごく負担で、ものすごく複雑で高度なレベルで、普段お金を稼いでる仕事が町内会の仕事以下っていう人がいたら、ちょっと聞いてみたいなと思うんですよ。どういう職場で働いてらっしゃるのかなと。職場っていうところで解決したことの一部を町内会で使えばいいだけなのかなっていうのと、あとはね、そのお金を稼ぐ仕事以上に町内会の仕事が大変じゃないっていうのは、町内会の仕事って結果責任は追求されないんですよ。だからといっていい加減なことをやると家庭責任というのは追求されますけどね。精一杯やった結果うまくいかなかったところは、本当にね、温かく地域の方が守ってくれるんですよね。まあ言ってみればそういうところが職場っていうのと違うところかなと思う。職場っていうのはやっぱり左遷とか転勤とか減給とかね、謹慎とかっていう罰が必ずあるんですよね。でそう考えたら、職場にはものすごくね、すり減らされる神経っていうのがあると思いますし、実際にそこでお亡くなりになる方もいるわけですよ。でも町内会っていうのはね、そこまではいかないですからね。緩い関係といいますかね、責任を持った以上やってくれとは言われますけども、それできなかったことによってものすごく責められることはなくって、結果責任を追求されることがないっていうんですけどね。ただ家庭責任っていうのは追求されるんですよ。結果的にうまくいっても、それまでの家庭がですね、自分一人でやっていたとか、人をこう駒のように部下のように使っていたみたいなことになると反感を受けて、結果的には良かったけども、なんだあいつってことになって、結局はね、決まりを守って結果も達成した、ミッションも達成したのに、何か自分だけ嫌われてるみたいな感じにはなっちゃうんですよ。で、動画のまとめになりますけども、地方社会で暮らすとき、地方都市で暮らすときとか、都市じゃないですよね、本当にね、地方で暮らすとき、地方社会で暮らすときには、ダブルスタンダードを使いこなすようなちょっと融通の利かせ方っていうのが必要になってきますんで、それはね、ちょっと心に留めておいた方がいいのかなと思います。その村には村のしきたりがあるってやつですね。昔から延々と語り継がれてきた不分率が、それからなんとなく昔からね、強い家ってのがあるんですよ。幅を利かせる家ってのは、鶴の一声みたいな家ってのが、そこにはあからさまに下手に出た方が絶対いいです。そこにですね、まともに対立しようと思って正義感を振りかざすと、それこそね、台無しになっちゃいますし、昔から続いてきた人の顔を潰すことっていうのは誰もよくしないと私は思いながらやってますけどね。
まあ、そこまでね、まあ、深くは考えてないんですけど本当はね、うん、まあ、いろんな地区からご相談を受ける中でそういうふうに答えることがあるかなってところですね。はい、ではいってらっしゃい。